アイドルと恋愛するぞ。推しのアイドルヒカリちゃんの握手会にやってきた。ようやく俺の番だ。おお、可愛い子だな。ちなみにうちのオープン主はフルーツジッパーというアイドルグループが大好きです。でもヘタレなので握手会に行く勇気がありません。だからゲームでイメトレしてるのか。ヤバいやつだな。ヤバいやつです。で、この選択肢はどうする？そりゃやっぱり男らしさをアピールだ。もうゲームオーバーじゃん。マジでモテないんだな。そんなバカなぁ。もう一回だけチャンスを。優しさは強さ。ここは優しく握手。当然の知識だね。絶対当たるの分かってて、よくそこまでどやれるな。ひかりちゃん、今日も笑顔が素敵だよ。今日初めて見たんだろ。握手会が終了し、俺もキロへと着こうとした。会場裏の路地を通ると誰かとぶつかってしまった。おお、この子も可愛い子だな。手を差し伸べるで。理由がゴミカスだな。よし来た。へえ、この子もひかりちゃんのグッズを持ってたんだって。1ヶ月後、今日はひかりちゃんのライブだ。危うく遅刻しそうでダッシュしている。すると女性の悲鳴が聞こえてきた。うわぁ、相手の人怖そうだな。捕まってるのが男だったら迷わずに捨てるけど。最低発言で。さっきの可愛い子だからな。うおぉ、勇気出して助けるぞ。でも大丈夫なのこれ？死んでないか？空手をやっていたおかげで助け出せた？そういうの先に教えといてよ。それなら男の人でも助けてたって。今頃言ってももう好感度上がらないからな。メガネ少女の正体はひかりちゃんだった。お礼をさせてほしいと言われてしまった。ここに来てまさかの展開だな。私の家に来ませんか？だって。行かせてもらいます。判断が早い。これちょっと罠っぽくないか？ライブに出ての方が紳士らしいよね。でもひかりちゃん本人が誘ってくれてるんだよ。悪いことは言わない。女の勘を信じておきなさい。仕方ないな。はい、楽勝。誰のおかげだと思ってるんだよ。おー、連絡先ゲット。おまわりさん、こいつです。